さあ行きましょう。黄色チーム対ビブラシチーム、エンジョイの1戦目。さあ中央からまずはドリブル左サイド、さあ中央につないで、ここはしっかりとビブラシチームも行かせてくれないゴール前。さあいやーここでトラップミス、サイドラインビブラシボール、さあ早いリスタート、中央から右サイド、さあここもワンタッチ中央左サイドオーバーラップ、ナイス、いやーこれもまだ息が合わない。さあ生サイドラインキロボール、さあまずは先制点いきましょうか。黄色チームは女性ゴールが3点。さあつないでいきましょう、中央でスイッチ、さあ切り返して右サイドフリー、縦に1人ナイスボール、さあここはフォローが欲しいところ、中央ナイス、さあゴール前チャンス、左サイド、さあ3点いきなり狙えるから、いやーこれはキーパー正面欲しい。さあそのままカットが入るか、右サイド黄色チームフォローが入って、さあ中央から右サイドフリー、さあ繋いでいきたい、これは敵、さあチャンス、ビブラシーム縦に預けてフォローが欲しい、さあ一人でドリブル右サイド取られ欲しい、そのままサイドライン黄色ボール、さあまずは中央立ち上がり1分0対0、両チーム様子見、さあガンガン行きましょうか。さあ中央から左サイド、これは取らない、そのままビブラシボール右サイドから縦に預けて、さあフォロー欲しい、さあ押し上げていきましょうか、右サイド、さあ中央浮かすボール、ナイストラップ、さあここフォローし一旦後ろ、ここも中央通してくるビブラシチーム、さあ左サイドフリーで1人待ってる、繋いでいく、ナイボー、あとはここは決めない、ここは切り返して中央ダイレクト、いやー惜しい惜しい惜しい、ここは黄色チーム行かせてくれないゴール前。さあ今度は左サイドから黄色チームの攻撃、さあドリブルから、ここも前からカットはビブナシチーム、さあ繋いでいきたい黄色チーム、さあ中央から切り返して右サイド、さあここでいやートラップ流れてビブナシボール、さあ左サイドからビブナシチーム押し上げていきましょうか。立ち上がり終わって0対0のまま、さあどちらが先制してくるのか、左サイドプレッシャー、さあ黄色チーム取れればチャンス、前からプレス、さあ繋いでくるビブナシチーム、ナイボー右サイドに展開、さあゴール前に1人、ここは縦にはつながる、ナイス、さあここでクリアボール、サイドラインビブラシボール、さあビブラシームが攻めてくる左サイド、ここは中央警戒していきましょう黄色チーム、さあここは最終ライン、さあ縦につながらない惜しい、そのままゴールライン黄色ボール、さあ中盤戦中央ポストプレーから左サイドに展開、さあつないでいきましょうか黄色チーム、まずは先制点、さあ中央ドリブルから左サイド、これはこぼれ球、チャンスシュート、いやーこれはキーパー鬼のようなセーブ、さあ中央から右サイド、ここもうまい、また抜き中央ワンツー、いやー惜しい、サイドラインキロボール、さあキロチーム、ここは左サイドドリブル、ドリブル仕掛けてくる中央、ナイスボロー、ワンタッチうまい、ゴール前、いやーナイスキー、ナイスキーパー、さあコーナーチャンス黄色チーム、さあここで1点2点3点返しておきたい、さあ中央ゆっくりと、ここは焦らず左サイド展開、さあスペースがある、ゴールうまい、また抜き中央ナイスカット、さあビブラシームカウンターに行けるか、中央ドリブル、さあドリブルから右サイドカット、さあショートカウンター2対1、中央から左サイド、さあチャンスゴール前、いやー決められないナイスキーパーコーナーキック、さあここもコーナーチャンス、ショートコーナーから中央には1人、さあ後ろに預けスペースがある、ロング狙ってくるかシュート、ここはブロック、ナイス黄色ボール、さあ右サイドから黄色チームいきましょう、後ろに預けて、さあ全員攻撃、中央浮かすボール、これは繋がらない、そのままゴールライン、さあビブラシームキーパーからゆっくりと中央、そのまま左サイドオーバーラップナイスディ、さあここは黄色チームがカット、さあゆっくりとナイスディ、ナイスです、でガチの方でキーパー交代しましょうか、ガチの方でキーパー交代しましょう、あざます、さあ行きましょう、黄色ボールから0対0のまま一進一退、さあ中央から黄色チーム、さあ繋いでいきましょう、最終ライン右サイドからそのまま縦に流れてくる左サイドの速いボール、ダイレクトは繋がらない、さあ今度はビブラシーム中央、さあ左サイドフリーで受けて前にスペース、ドリブル持って上がってくる、さあドリブルから中央は敵危ない、さあカウンター右サイドが2対1、中央フリー、いやーナイスディフェンス、どちらも行かせてくれない、さあ黄色ボール左サイド、さあそろそろ得点が見てみたいところ、残り時間あと1分半、さあそのまま押し込んでくるのはビブラシーム、
さあキーパーから左サイドにボール、右サイド女性が待ってる、中央チャンス、いやーこれも通らないないで、さあ今度はビブラシム中央うまい、あとはいやナイスキーパー決められない、さあ今度は右サイドから中央フリーで1人ナイスボール、さあゴール前ターンして、いや打てない、これも打たせてくれないビブラシム、さあここも中央でカット、ゴール前浮かすボール、バックヘッド、ここも決めきれず、さあ左サイドからカウンター、2対2から3対2、黄色チーム切り替えたい、ゴール前チャンスないで、ナイスディフェンス、さあ右サイド中央フォローに入ってくる、かわせない、危ない、さあ右サイドフリーダイレクト中央ゴール前打たない、いやー打たない打たない、ナイスブロック、女性が体を張って守ってくる、さあ残り時間が30秒、右サイドが中央0対0のまま、さあ決着つけましょうか、残り30秒、ワンツーは感じてない、そのままサイドライン黄色ボール、さあ黄色ボール、残り時間あとわずか、さあラストラストワンプレーいきましょう、さあ縦に預けてチャンスは黄色チームから、ラストワンプレー右サイドうまい、よく見てた、ダイレクト、いやー惜しい惜しい、0対0痛み分け、ありがとうございます、あさあ行きましょうか、2戦目、先ほどは0対0のエンジョイ、さあまずは中央からビブナシチーム、左サイド前にはスペース、さあゆっくりとここはつないで押し上げてくる左サイド、さあここはしっかりと前からプレスをかけていただく黄色チーム、ナイスディナイスディフェンス、ここでサイドラインビブナシボール、さあ2戦目はゴールが生まれるのか、中央スルーはそのままサイドライン行きましょう、さあ黄色ボールから再開、立ち上がり30秒、両チーム様子見、さあ中央から前には2枚、ここもしっかりとパスコース前から切ってくるビブラシム、ドリブルドリブル仕掛けてくる、さあフォロー欲しい、中央は取らない、ナイスでいい、さあ縦に預けて、ここもワンツー、右サイドから浮かせたボールは届かない、さあ今度は黄色チーム最終ラインつないでいきましょうか、さあ縦に預けていいボール、さあ前にスペースターンして縦に流れて、いやーこれはちょっと長い、そのままゴールラインビブラシュボール、さあなかなか点が決まらない両チームエンジョイ、さあ左サイドから右サイド押し、これはつながらず、黄色ボール、さあ黄色チーム左サイド縦に預けて中央に1人、さあ押し上げていきましょう、さあ中央上がりを待ってドリブル、左サイドオーバーラップ、さあビブラシムしっかりと寄せてパスコース切ってくる、ナイスイン、さあ中央からポスプレー、さあここでこぼれたボール拾ったのはビブラシーム、いやーこれも縦には繋がらない、惜しい、そのまま黄色ボール左サイド、さあ繋いでいきましょうか、中央から右サイドに展開、さあ前には1枚女性が待ってる、加藤チャンス、この前いやー惜しい、これは決めきれず、さあ中央から縦に預けてターン、さあ右サイド繋いでいきましょう、黄色チーム長いボール、これは直接ゴールキーパー、さあ今度は中央ポストプレーワンタッチサイドライン黄色ボール、さあ両チームと中央ナイスゴール前、さあチャンス、さあ上がりを待つエンジョイの上がりを待つ右サイド、ここは繋いでいきたい、いやナイスナイスディフェンス、さあ黄色ボール右サイドから中央、さあかわしていくかドリブル行かせない、ここも堅い守りビブナシチーム、さあキーパーから右サイド縦に1人、さあ中央ポストプレーから右サイドオーバーラップ、さあここは行かせない、ここは行かせない、黄色チームないでいい、もう一度最終ラインから組み立て直しビブナシチーム、そのままさあ一旦後ろ、キーパーも押し上げてくるビブナシチーム、さあパワープレーに入るか右サイド、さあチャンスを作れるか、ないでいい、ここも黄色チーム囲んでくる右サイド、ないでいい、中央ドリブルかわして中央ナイスカット、ナイス、さあここも切り替え早い、ここも切り替えが早いビブナシチーム、さあ中央ドリブルから右サイドワンタッチワンツーは感じてない、さあ逆にカウンターうまい、さあ中央からいいボール届か、いやー惜しい、ナイスラン惜しい、でガチの方でキーパー交代しましょう、ガチの方でキーパー交代しましょう、ガチの方でキーパー交代しましょう、あざます、さあ残り時間半分でまたしても0対0のエンジョイ、さあ行きましょうか、中央押し上げていきましょう、右サイドナイスディーナイスディー、さあそのまま左サイドから中央はカット、さあここでこぼれ球拾ったのは黄色チームフォロー欲しい、さあそのままプレッシャープレッシャーでくるナイディー黄色ボール、さあ右サイド黄色チーム早いリスタート中央、さあ押し上げていきましょうか、最終ラインから縦に預けて右サイド、ここも川うまい股抜き、さあ中央フリーでゴール前、いやー
ついに初ゴール、ナイス。黄色チーム2点ゴール。さあ行きましょう、ビブラシム。残り時間まだある。さあ中央からワンタッチ、左サイドに展開、押し上げていきましょう。さあ黄色チームが2点リード、中盤戦。さあ縦に外れてポストプレーから右サイドオーバーラップゴール前、ここは黄色チームしっかりと寄せてくる。内でさあポストプレーからつないでいきましょうか、ゴール前に1人。さあ押し上げてくる、キーパーも高い位置、左サイドかわして中央ゴール前。さあここつないでいきたい、内でナイスディフェンス、ここで前からカット。さあチャンス、右サイドワンタッチ落としてつないでいきたい、右サイド3対3、ゴールは行かずない、ないでいい、ナイス。さあ左サイドドリブル、3点ゴール、3点ゴールはまだ遠い。さあキーパーからビブラシム、残り時間1分半、2対0のまま。さあビブラシム、いやーここはブロック、ナイスでいい、そのままかわしていくか、ないでいい。さあ左サイドから中央はビブラシチーム、残り時間が1分半、左サイドに展開。さあ黄色チーム2点リードのまま。さあ左サイドオーバーラップ、ここはいかせない、ここはビブナッシュもしっかりと4枚、長すぎる、いやー惜しい、これはそのまま流れてビブナッシュボール。さあ中央からビブナッシュポストプレーワンタッチ、さあ戻して左サイドナイスディ、ナイスディフェンス。さあ前から取れればチャンス、キーパーに預けてビブナッシュ動いていきましょう。さあ残り1分、長いボール、いやー惜しい、これはあと一歩届かず惜しい。さあ黄色チーム右サイドから行きましょう、2点リードのまま。さあ中央、ここはキーパーに預けて上がらせる前に3枚。さあビブラシム前から取りに行きたい、危ない危ない、さあナイスキープ、一旦後ろ。さあもう一度組み立て直し、最終ライン。さあ左サイドから両サイドに1人ずつ、さあフォローがし中央ポストプレー、ナイス体で縦に、いやつながらない。さあカウンター3対2、右サイドからダイレクト中央、さあチャンス、いやナイスキー、ナイスキーパー。さあコーナーキック、ビブラシボール残り30。さあ2点差いきましょう、コーナーチャンスはビブラシチーム右サイド。さあエンジョイの人はどんどん打っていきたい、左サイドからワンタッチ中央、さあここもかわしてくる、中央ドリブル、縦に1人、ゴール前に1人待ってる、いやナイスキーパー。さあ今度は中央からカウンター、3対2から3対3、右サイド、さあもう2点くるか、ナイスブロック、ナイスブロック、コーナーキック。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあビブラシムラストワンプレーで奪って2点返したい。さあここはショートコーナーから右サイド、さあ中央スペースがある、打てるか、3点ゴール、いやー惜しい、ナイスキーパー、ありがとうございます。2対0、黄色チーム勝利。キックオフ、さあこちらも運命の3戦目いきましょう。先ほどは2対0、黄色チームが勝利、逆サイドにボール欲しい。さあ中央で勝った黄色チーム、ドリブルから股抜き、さあカット、さあチャンスはビブラシチーム、中央ドリブル、そのまま持って上がって右がシュート、これは敵、これは味方のケツ。さあもう一度最終ラインから組み立て直し、ビブラシチーム行きましょう、右サイド。さあここは中央につないで左サイド展開、さあ前から来る、うまい、ここは中央うまい。さあここは繋がらない、そのままドリブル仕掛けてくる、ナイス。さあ右サイドドリブルちょっと長い、そのままゴールキーパー。さあ今度はビブラシム3戦目勝ちに行きましょうか、中央。さあ一旦戻して押し上げてくるビブラシム、未だに無得点、いやー惜しい、そのままサイドライン黄色ボール。さあビブナッシュはまずは得点決めていきたいところ。さあ最終ライン中央から左サイドに展開、さあ前からプレスはビブナッシュチーム、もう一度中央縦にいいボール、そのままフォローが欲しいところ、ナイス、いや惜しい、ここは繋がらない。さあキーパーから入りスタート中央、さあ一人足を滑らしてトラップミス、残したボール、さあこれ行きましょう、さあプレオン、プレオン行きましょう、大丈夫ですか、行きましょうか、じゃあイエスイエス、黄色ボールで行きましょう、せっかく渡してくれた。さあ行きましょう、ビブラシボールから再開右サイド、さあゆっくりとここはドリブル仕掛けてくる、さあ押し上げていきましょうか、立ち上がり0対0のまま、中央ドリブル右サイドパスがつながらない、黄色ボール。さあどちらが先制するのか、立ち上がり1分半、中央ドリブル、さあ縦に預けてポストプレー、そのままゴール前に走り込んでくる、さあこぼれ球はビブラシム、さあつないでいきましょう、ビブラシム、まずは1点か2点取っておきたいところ。さあポストプレーから右サイドオーバーラップ、ナイス、これはいい攻撃、ゴール前に1人待ってる、ここも行かせない、黄色チームパスコース切ってくる、ナイス、ナイス、中央ドリブル、
さあ縦に繋がらない、ナイスです。黄色チームの堅い守り、未だに無失点。さあ中央から右サイドトラップです、黄色ボール。さあ行きましょう、左サイドが速いリスタート、切り替えたいビブラシボール、いやこれはパスが取らない、そのままサイドラインビブラシボール。さあ左サイドからビブナシュチーム行きましょうか、一旦後ろ。さあここは中央、速いボール、これはそのままサイドライン黄色ボール。さあ右サイド黄色ボール行きましょうか、中盤戦いまだに0対0。さあここも1点勝負になってくるナイボ。さあ左サイドから中央、滑る足元、さあ残してドリブルかわせない、さあ今度はビブラシュ前に1人、さあ押し上げていきたいエンジェル、3対2フリーでゴール前、いやここでまた抜き勝ちの方の助っ人ゴール1点。さあ1対0いきましょう、ビブラシュまだ1点差。さあどんどん押し上げていきましょう、エンジョイの方ゴール前で得点奪いに行きましょうか、ビブラシーム。さあ中央から、ここはドリブルから中央ポスト入れる方ですか、ですか、足元気をつけていきましょう。さあ中央から黄色ボールで再開右サイド、さあ1点リード、縦に長いボールはここはキーパー弾いて黄色ボール。さあビブラシーム、ここは白いでいきましょうか、さあ後ろから押し上げてくる、さあ黄色チームもそろそろ3点ゴールが見てみたい、ないでいい、ナイスディフェンス、サイドライン黄色ボール。さあ右サイドから黄色チーム、残り時間はまだある、1点差、中央から左サイドに展開、さあビブナシチーム前から取りたい、中央ポストプレー、さあそのままキープ、さあこう戻してダイレクト左サイド、いいパス回しは黄色チーム、縦には繋がらない、惜しい、そのままサイドラインビブナシボール。さあビブナシチーム押し上げていきましょうか、1点取りたい、さあ1点が欲しいビブナシチーム。さあ中央から左サイド、いやここもプレッシャー黄色チーム内でいい。さあで先にガチの方へキーパー交代しましょうか、ガチの方へキーパー交代しましょう、ありがとうございます。さあ黄色ボールから再開いきましょう、1対0のままビブナシチーム、さあ得点が欲しいビブナシチーム、ナイスカット、さあつないでここも前からカットは黄色チーム、さあ奪い返すビブナシチーム、つないでいきたいプレッシャー黄色チーム、ナイスプレス、ナイスプレッシャー、そのままサイドライン黄色ボール。さあ右サイドが球場速いボール、これはそのままサイドライン、さあビブナシチーム押し上げていきましょう、残り時間が1分半、さあ右サイド、さあゴール前に1人、縦につないでワンタッチ戻してキーパー、さあ得点が欲しいビブナシチーム、さあ中央からこれも通らない、さあ黄色チームカウンター4対1、右サイドフリーでダイレクトゴール前、さあ3点狙いくるよ中央、ここは一旦戻って組み立て直し右サイド、さあ繋いでくるのは黄色チーム、前から取りたいビブナシチーム、さあここでチャンスになるか、ここもいやトライが、ここはカウンター行かせてくれない黄色チーム、中央ポストプレー囲まれる、ナイディナイスディフェンス、さあ右サイドから左サイドナイスキーパー、いやー危ない危ないビブナシボール。さあ残り時間30秒、いきましょうビブナシム、1点差、さあエンジョイゴールで2点で逆転あるビブナシム、さあ前から取りたいナイスディ、さあ左サイド繋いでくる黄色チーム、ですから黄色ボールでいきましょう、足元気をつけましょう、黄色ボールでさあいきましょう、黄色ボールから再開中央、さあ黄色チーム1点リードのまま、ビブナシチーム1点が欲しい、さあ中央ポストプレーから右サイド、さあゆっくりと周りを見て、さあ右サイド展開、さあゴール前に1人、女性が待ってる、長いボール惜しい、サイドライン黄色ボール。さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、1点差、黄色チーム1点リード、さあ右サイドから近くに預けてゴール前、さあ狙ってくるが、ここはコースから、いやー惜しい、ありがとうございます、1対0黄色チーム勝利。